おはようございます。こんにちは、こんばんは。占い館ルーチェの手相リーディングカウンセラー、あけみです。本日もよろしくお願いいたします。今日も知能線についてお話をさせていただきたいと思います。本日ご紹介いたします知能線をアキインド線と言います。アキインド線とは 二重知能線とも呼ばれているものなんですが、文字通りこのように知能線が2本ある方のことを二重知能線。ね、アキンド線と呼んでいます。まあ、アキンド線ということなので、まあ,あのビジネスの才能があるということなんですね。普通はね。1本しか普通はっていうよ。りかはほとんどの人がまあ、1本しかない。知能線。 が2本あるとということなので人の2倍の倍才能があるとということになりますそうなので多種多様な才能があり何をやらせても大体こう平均点がね取れるようなタイプなんですよ。でねまあ人の2倍の知能があるということでね頭の回転も速いっていうこともありますね。 あと複数のことを同時進行できる器用さがあるんですね。なので本業もうんと副業も成功したよっていうようなねところがあるんですよ。うらやましいですね。でね行動力と決断力を兼ね備えているのでね結果が出やすいっていうところもあるかもしれません。うん。 こういうねあの日本線知能線が2本ある方はねもうあのとにかくビジネスで成功させていただいたらいいなと思いますね。商売上手なんですよでねどこからかね聞いてきた話でも自分のことのようにねシェアできるねタイプなんです。素敵ですよねでね実際にこのように私のところにあの手相をね見せてくれた 方で二重知能線ねある方がいいらっしゃいましゃまたでこの方はの悩みはですねあの今子供が生まれたばっかりでね家で専業主婦をやってるんだけど本当はもうなんかあのー、他にもねこう子供が小さいからといってねなんか動けないっていうのはねすごく自分としてはなんか悔しいっていうかねもっと 活躍したいんですっていうことをね言われていてでもあなたにはこのね、えー、と知能線が二本あるからね、えー、と同時進行で何でもできちゃうよだからやりたいことがあったらやってもいいよっていう風うにお伝えしたんですよそうするとですねこの方はねあ今もう子育てに集中しないといけないと思ってたけど 同時進行でやってもできるんだみたいなね。ことで、この方は、えっ、ー、と、自分のように子育て中のママを集めてね、いろいろ活躍できる場を広げたいということでね、ママサークルをね、結成されたんですね。で、同じような、えっ、ー、と、子育て中の仲間を集めて、いろいろね、趣味をしたり、 あと、子育て相談に乗ったりとかね <coughs> <coughs>。失礼いたしました。咳が出始めたんでね。ちょっと一旦止めました。えっ、ー、と続きを言いますね。この方はそうやって、えっ、ー、と専業主婦だけにとどまらず、ママサークルを立ち上げて活躍の場を広げたり、あとですね。 生体師にもなったんですね。その後ね。なので、同時進行で、主婦、ママサークル、主催そして、生体師。ね。で、子育てね、それで別に、あの、おろそかにしたわけではないんですよ。この方は二重知能線でとっても器用だったからですね。すべてをちゃんとこなすことができたということなんですね。なので、 誰でもできるというわけではないと思います。ちゃんとこうやって才能があるその二重知能線的な方はこのように同時進行で何でもこなすことができるよというお話でした。はい。では今日はここまでということにさせていただきます。またやりますのでまた遊びに来てくださいね。 本日もご視聴ありがとうございました。それではまた失礼いたします。YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。